皆さんこんにちは、おやじです。今日は2022年1月19日です。水曜日、お天気曇りですね。そんなところで本日もラジオ代わりに聞いていただければいいなと思っております。で今日はですね、千葉県八街市、8つの町と書いて八街と読むと思ったんですけど、もしかしたら間違ってるかもしれません、呼び方が。でその八街市で起きたダンプでしたかね、大型ダンプの運転手がもう真っ昼間から酒を飲んで、いや、大型ダンプじゃなかったから、まあいいや。大型トラックですね。で、その運転手が真っ昼間から酒を飲んで、もうほとんど泥酔状態ですかね。で、トラックを運転。で、運転操作を誤って、小学生を引き殺すといったような事件がありました。もう事故ではありません。事件がありました。で、今ね、その裁判がね、行われている最中です。もう後半がね 3、4回ぐらい行われているんじゃないでしょうか。でそんな中ですね、ご遺族の方、ご遺族の方の悲痛な叫びっていうかね、もう犯人に対してのもう絶対許せないといったことをねおっしゃってました。で3人の方でしたかね、子供を奪われた方、もう一生後遺症が残ってですね、もう車椅子か、もしかしたらもう人間らしい生活もできないと思います。小学生の我が子をですね、そんな目に遭わされて、もう一生そいつを許せないと、で厳罰で処してくれと、多分ですね、もうご遺族の方は、もう死をもって償いと、言った心情ではないでしょうか。で、私、よく言いますけれどもね、本当、被害者と被害者家族、もう地獄ですよ。地獄に陥るんですよ。ですのでね、こういった事故はね、やっちゃいけないと、事件、もう絶対やっちゃいけないと、本当ね、切に思います。だから安易に事故なんて起こしたくて起こすもんじゃないよと、そういったね、ことはね、言っちゃならないと思うんですよね。まあ自分の心の中で言うのは、まあよししましょう。でもですね、あたかもね、自分が当の本人、自分が事故を引き起こしてそんなことを言うもんじゃないと私は思います。でね、その犯人は反省してねえんじゃないのかと言ったようなこともね、被害者家族はおっしゃってましたね。もう反省の色は伺えないと。さあそうでしょうね。もうどんなにね、反省したってね、反省しましたってね、言われてもね、家族の方はね、納得しませんよ。そんなね、上辺面中かね、もう、どんなに謝罪されてもね、子供帰ってきませんからね。そうでしょ？
だから我々運転者、まあマイカーも含めてですよ、マイカーを運転する方もね、これを見ていると思うんですよ。バスを運転する方、タクシーを運転する方、マイカーを運転する方、自動二輪も原付も自転車もそうですよ。ね、そんなんでね、人を殺したらですね、もう一生地獄ですよ。で、一生地獄かと思ったら、なんか反省していないと。まあ、取られてもしょうがないですよね。どうやって償うかですよね。償えんでしょ。もうそんな賠償金 A から子供返してくれと。元通りのあの日の朝行ってらっしゃいと子供を送り出したその状態にして返せよと。ほんとそうですよ。で、自分がやったことにね、自分のやったことをね、本当なんちゅうんでしょうかね、まあその運転手は反省してないんじゃないかと、まあ多分そうでしょうね。まあ当時やってもちょっとね、飲酒運転を隠すようなこともありましたからね。で、あの報道にもあったんですよ。報道というかね、インタビューだったから、やったその当時、その運転手は会社の中で一番真面目でよく仕事をしてと。その辺のところもね、その被害者家族の感情さがなでしたっていうかね、どこが真面目なんか、朝っぱらからこいつ酒飲んでるじゃないかと。で、いろいろ調べていくうちに、同僚、知人、家族もだったかな、もう、飲んでいない、なんかシラフの時間帯が少なかったみたいな。もうしょっちゅう飲んでるようなことを言ってましたね。もう仕事中でもプンプン酒の匂いがしてくると。どこが真面目なのかっていうことですよね。その辺のところも家族が許せないと。言ったとこでしょうか。まあその会社今どうなってるかわかりませんけどね。そういう会社はね、ほんとそういう腐ったくだらん会社はね、もうとっとと潰れてしまえやと思うんですよ。そういう従業員をね、雇ったその会社で、そこね、白ナンバーですわ。確かね、白ナンバーで、その業務点検っていうか、運行前点呼か。で、我々は、緑ナンバーで、その運送事業法っていうんですかね、なんか法律に則ってですね、その、乗務員は運行前に、運行管理者が点呼すると、健康状態は？健康状態。そして、精神的にいいのか。この人に運転をさせて大丈夫なのかと。そういったこともね、その運行管理者が対面ですよ。対面で顔色とか見て、どうなのかな、この人。で、そうやって判断して、で、作業指示書っていうんですかね、作業指示書を手渡しをして、そこで車のトラックの鍵を渡すと。本来ならそうなんですよね。本来なら最終的には、はい、ではあなたは今日はこの車に乗ってくださいねといった感じでね、鍵をポッと手渡してやると。これがね、本来の運行管理者がする点呼なんですよ。まあ、大手の会社はやってると思います。コンプライアンスを重視したね、そういった厳しい会社はね、そこまでにやっていると思います。まあですがね、もう 90% 以上の会社はね、やってないと思います。1% ぐらいかな。まあ大きな会社で日本通運だとか、大きなね、大企業の中に入っている運送会社あるじゃないですか。製薬会社とか、いろんな製造会社とかね、ありますけれども。
そこに直属入っているようなトラック会社はね、そのような点呼をやってると思いますが、まあほとんどの会社はやんないですよね、そこまでは。うちの会社も正直言ってやっておりません。しかし、アルコールが、点呼の時プーって吹いて、アルコールがもう出た時点でもう乗務停止です。うちはそこまでしますね。はい。で、もう、ブーとアルコール吹いた時点で車で乗ってきてますからね。家から会社まで飲酒運転で来てるということですからね。やっぱり厳しい、厳しい対処とあります。はい。まあ、恥ずかしい話ですけどね。うちの会社、それでクビになった人います。まあ、そんな人はね、クビにせいやと私も思います。でないとね、真面目にやっている我々が損をすると。ね。一人がために、あそこの会社はと言われるんですよ。まあ、そんな奴はね、とっととクビにせえと思います。はい。まあ、私も気をつけております。なのでね。まあ私もそうなって、いやあなた、残念ながら解雇せざるを得んと。なったらもうしょうがないですよね。はい、わかりました。すいませんと。それしかないですよね。もう、それなりのことをしてるんだから。でもですね、白ナンバーの会社はしないと。そんなことはね。で、今なんか法律がね、法律が変わるんかな、わかりませんけどね、かなり問題になりましたよね。もう個人の事業者であっても、その車を扱うところはそのアルコールチェックを義務付けようという運びでありますけどね、これ全てのね、だったらね、ほとんどの会社がね、ほとんどの会社というか全ての会社をね、そうすればいいんですよ。例えばですよ、例えば車を製造する会社もで製造業の会社もで、セールスとかなんというかね、表回りっていうんですかね、なんか営業か、営業の人も車に乗っていくわけじゃないですか。その人たちも、すべての人がね、アルコールチェックするべきですよ。コンビニの店員だろうが、白ナンバーで軽トラを動かそうが、なんだろうが、もう運転する人、すべて。そうしないとね、飲酒って減らないですよ。では、車によってあるんかな、ちょっと、日本ではどうなのかな、外国ではなんかね、マイカーとか運転するときに、なんか、ねえ、アルコールチェックしないと、そもそもエンジンがかからないと、いったような、車がありますけれどもね、日本もね、もしかしたらそうなるかもわかりません。多分ね、日本のメーカーが反対しているんじゃないのかなと思います。それは、まあ、そういう車を作ったら車が売れなくなるんじゃないかといったような懸念があるんじゃないのかなと思いますけれども、私もね、自家用車まではどうなのかなとは思いますけれども、あれほどね、飲酒運転、毎日ね、飲酒運転とかね、聞いて、そういう事件とかね、耳にしますと、ほんとね、法律でそれせいやと思いますね。そうしないとね、なくならないですよ。はい。いっそのことね、酒がなくなればいいなと思います。私、酒好きですけどね。お酒大好きですけども。決してね、お酒が悪いわけではありません。それを飲む人間が悪いんです。人間が一番悪いんですよね。酒には罪はないと言ったとこです。車には罪はないと。ほんと切に思います。今前からですね、鋼材を積むね、まあ、自動車部品のね、ボディを作るときにいろいろ歯切れが出る。鋼材つうかね、歯切れ
を積む白ナンバーのダンプが行きましたけれどもね、あの人たちも多分ないと思いますわ、そのアルコールチェック中がね。ああいうトラックもね、すべてアルコールチェックしたらいいなと思います。はい昔はですね、まあちょっと話はずれますけれども、昔船舶があるじゃないですか、小型船舶。うちの兄貴はね、船持ってたんですけどね、小さい船を、レジャーボートみたいなやつをね。で、まあ昔なんですけれども、昔は酒飲んでボートを運転しても飲酒運転ならんよと言ってました。今はね、多分あると思います。酒飲んでそのなプレジャーボートとかなんかあるじゃないですか、そんなのをね、運転操縦してはならないといったね、法律がね、あると思います。まあ残念ながら船でもね、なんか先によって運転して操縦してなんか事故みたいなのがね、昔あったような気がしますけれどもはい、まあそんなところでね、本当そういったね、事件が全くなくなることを願っております。本当ね、本当被害者がね、一番地獄ですよ。で、加害者も地獄にならなきゃいけないのに、なんか平然と、なんかのうのうと世の中を生きていると、それが許しておけないんでしょうね、被害者にとっては、被害者家族にとっては。なのでね、もう第一にそういったね、事故起こさないといったことがね、大事です。はい、そういったところで本日の動画は終わります。ありがとうございました。